FX 今週のおまけです。今週はですね、メッセージをいただいています。先週の損切り置くのを忘れてしまったこと、二度とないように注意しています。そうなんですよね。この方はね、先週ね、損切りラインを置くのを忘れて損失を大きくしてしまったんですよね。まあ、ですのでエントリーとロスカットはセットというね、概念でまた改めてスタートしていただきたいと思います。改めてスタートしていただきたいと思いますよね。で、先週のこともあり不安な週でしたが、プラスで終われてほっとしました。これね、なんで不安であるのかってことを、これもね、もう一回ね、落としていただきたいんですけども、心の中に不安である要素はなくならないと思うんですけども、不安である要素をね、確認することってできるんですよ。というのが、どんな優秀なエントリーでも、どんな優秀な相場解説でも 100% ではないってことなんですよ。ですので、予測を立ててエントリーするんだけども、そうならないかもしれないなと。そのためにロスカットラインなんですよ。ですので、ロスカットを受けたってことは予測通りになったと、そのね、相場の予測の一部だと思った方がいいなと思うんですよ。ロスカットの全てがダメなわけではないんですよ。根拠を持ったロスカットっていうのは、ロスカットにあって、あ、良かったんだ、ここまでの自分のロスのね、許容は満たせたわけだから、これで OK なんだと。で、これを繰り返していくことによって、ロスカットを受けない時ってのは利益を伸ばせるわけですから。で、あまりにもね、ロスカットが多い場合は、ロスカット設定が悪いのか、そもそもセルとバイのね、バランスが悪いのかってことですから、原因が分かっていくわけなんですよね。そうすると、不安っていうのは、不安はなくならないんだけども、不安に勝る期待が高まっていくってことですよね。不安がマイナス、期待がプラスだとしたら、それがね、常にプラスになっていけばいいわけなんですよ。そして損失がマイナス、そして利益が常にプラスだったら、この差し引きで6対4ができればいいわけですからね。はい、続きですよね。でも、もっと自信を持ってエントリーしていけるように、日々検証しないと思いました。検証はそうですね、アウトプットすることです。私みたいに動画で残すのも重要な検証なんですよ。あとはやっぱりね、メモに書いていくのがいいんじゃないですかね。こういう根拠を持ってこういうふうにエントリーしてみたけども、こうなったみたいなのを、こう思うけどこうなった、こう思うけどこうなった、こういうふうなものをね、ずっとね、残していくといいと思います。本当にね、ノートに残すのがいいと思いますよ。土日時間作ってチャート見直しても、チャートをただ見ているだけになる自分がいたりしますので、効率のいい検証できるようにしたいと思います。そうですね、これはだからね、私のおすすめは検証を動画で撮ることなんですよ。動画で撮って、土日にはその動画を自分で見たり聞いたりするんですよ。そうすると何よりの検証になりますんでね。私も1週間分をまとめて見たり聞いたりすることがあります。原音のね、元の音声とかを見るんですよ、 YouTube のではなくて。だからね、次の週の準備がしっかりできていくなってことにもなるんですよね。今ちょっと大きな動きがありましたね。大きくマイナスに動いたのかな。はい、以上ですかね。他にも文章続いてますけども、今回はこのぐらいにしときましょうか。結構ね、今3行ぐらい読ませていただいた中にも、なんかいろいろとね、考えるべき点がありましたんで、私も勉強になりましたね。はい、またメッセージいただければと思います。それではよろしくお願いします。